助かるわ。やっぱ。さてこの満天ホテルですけど、まあ今回宿泊して3回目なんですけど、やはり価格がリーズナブルでお手頃な、ホテルですよね。まあ家族4人で泊まる場合、コネクトルームって先ほども紹介したんですけど、このダブルルームが2部屋この隣同士で、ドアがあって行き来ができるという、まあ本当に珍しい部屋なんですけど、まあそれも、まあ今回泊まった時2万円を切った値段ですね。朝食プラン付きで1万9800円でした。まあ本当に価格が安いですよね。それとまあこの朝食も、まあ昔全部バイキングでだったんですけど、最近コロナということで、洋食和食をどちらかを選んで、取るということですよね。まあそれでもやはり今回は洋食をこれ今頼んだんですけど、味も美味しいですよね。まああと大浴場なんですけど、まあこの満天ホテル福井は、露天風呂とサウナがついてるんですよね。まあルートインとかアパホテルは、確か大浴場に露天風呂はなかったと思うんですけど、まああるとこもあるのかもしれないんですけど、まあサウナと露天風呂があるということで、まあ本当になんかいいですよね。まあ外の景色を眺めながら露天風呂に浸かるのも心が癒されますよね。まあこの満天ホテルは福井と石川と富山、まあ北陸3県にあるみたいなんですけど、まあ僕はこの満天ホテルは福井のホテルしか泊まったことないんで、まあ他の石川富山のホテルはちょっとよくわかんないんですけど、まあ多分一緒だとは思うんですけど、まあ満天ホテル福井はわりかしできてまだそんな古くはないんですよね。もう5、6年ぐらい経ってるぐらいの新しいホテルですかね。ですから、まあ、建物も綺麗ですし、あと、ベッドなんですけど、まあ、ベッドも、あまり硬くないんで、腰が痛くならないですね。ルートインとか宿泊すると、ちょっとベッドが、マットレスが硬いんで、よく、腰が痛くなるんですよね。けど、まあ、この満天ホテルは、このベッドで寝てもあんまり腰は痛くならないですね。まあそれだけちょっといいマットレスを使ってるんじゃないでしょうかね。ということで今日は満天ホテル福井に泊まった、動画でした。皆さんも一回満天ホテル福井に宿泊してみてください。それじゃあ次の動画でまた会いましょう。
バイバーイ。